試合0対0のスコアレスドローでした。まず試合を振り返ってください。まあ、前半も後半もかなりこうゴール前でのシーンでこうシュートシーンを作るっていう機会は多かったんですけど、まあ、なかなか決めることができずに、やっぱり自分たちはまだまだだなっていうのをすごく感じました。今日はたくさんのお客さんがスタジアムに来ていたと思うんですが、タイムキーとして集客に関わっていて、今日入場した時どんな気持ちでしたか？スタジアムがこう緑のあのしましま模様をこう皆さんが作ってくださっているのを見て、本当にこう自分たちのホームで試合をしているんだなっていうのがすごくこう今まで以上に感じれましたし、本当に後半の最後の方のこう自分たちの攻めるシーンだったりとかっていう時のこう皆さんの歓声だったりとかっていうのには本当に今までない経験ができたと思うので、本当に皆さんに感謝したいです。トミピーとしての手応えは？やっぱり目標としていた5000人には達成することができなかったので、そのあたりはやっぱりこうまだまだだなっていうふうには感じたんですけど、やっぱりこう、まあ、一つのアクションとしてのこうスタートの出だしっていうところでは、まあ、いいスタートが切れたんじゃないかなっていうふうに感じています。次節ホーム最終戦です。次こそ勝てば優勝が決まります。意気込みとサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。まあ、今日優勝を決めることはできませんでしたが、来週必ず勝って優勝を決めたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。